はい、どうも小山です。今日もですね、金持ち父さん貧乏父さんを公認会計士視点で解説してみたというシリーズで動画をお送りしていきたいと思います。で、この動画をね、撮るきっかけとなったのが、まあね、前回前々回で言ったんですけど、あの YouTube の中田敦彦さんですね。中田敦彦さんの YouTube 大学、もうメガチャンネルですよ、ギガチャンネルで、やっとね、このお金マネーリテラシーについて触れていただいたってことで、すごい多くの方にですね、このお金と働き方ビジネスについてすごい興味フックはもうすごい届いたと思いますんで、もっとね、僕普段この YouTube チャンネルではもっとお金のこと知ってほしいし、税金のこと知ってほしいし、仕事のこと、働き方とかそういう資格云々じゃなくて、そもそも仕事について、まあ、発信してきたつもりではあるので、今日はね、そういった動画をまた深掘りしてお送りしたいと思います。で、前回と前々回では、金持ち父さん貧乏父さんの概要を話して、で、次にですね、公認会計士視点で今の現状分析をしようと、まあ、障害年収どんぐらいなのと、で、絶対避けられない支出って何があるのと、老後資金あるのと、で、今、株足額っていくらなのっていうところまで話しました。で、今回の動画では、じゃあね、今の延長線上、まあ、よく言う貧乏父さんっていうのは、いわゆる労働者、会社員なので、まあ、それってじゃあどういう属性で、どういう未来が待ってるのかと、それをね、避けたい場合には、どういった属性があって、どういうふうな行動を起こせばいいのかっていうふうに、まあ、このね、次、実際にはこれに書かれてなくて、キャッシュフロークワドラントっていう方で書かれてるんですけど、まあね、今回その話も踏まえて、実際僕の実体験ベースでどういうね、企業人生、社会人人生ですね、歩んでるのかっていうのを解説していきたいと思います。先に結論から話しておくとですね、この話では、この本でもそうですし、僕の動画でもそうなんだけど、確かに経営者と労働者って、まあ、バッと比べられるんですね。で、結論としてはもうどっちがいい悪いとかじゃなくて、お金に対して適切な素養ですよね。知識を得て、まあ、自分がどちらを選ぶのかと、で、そういった時のメリット、デメリットっていうような、まあ、解説になるようにしますんで、まあ、結論はもうご自身、自分の中に正解があると思っていただいて、聞いていただけたらなと思います。では、早速行きましょう。でも今日の本題は、もうね、お金と自由、まあ、この金持ち父さん、貧乏父さんで言うと、お金と時間の自由というのは、もう働き方で決まりますよという、もうこれになります。で、次にですね、まあ、その実際、どのような属性がどういった時間とお金を得やすいかっていう、キャッシュフロークワドラントっていう話をします。で、3つ目ですね、実際に僕もね、実は東松にいて今開業してるんですけど、じゃあなんでそうしたのかっていう、実はね、ここから逆算された行動がありますんで、どういう風にやってきてるのかっていう実例でお話しして、今日は締めたいなと思います。では早速いきます。で、キャッシュフロークワドラント、もう全てお金と時間、すなわち自由ですね、に関して言うとですね、もう働き方で実はもうほぼほぼ決まってるっていう原理原則があります。で、何かっていうと、よくね、この世の中にはですね、まあ、例えば美容師さんだったり飲食業だったり、例えば接客業だったり車屋さんだったり会計士だったり、あとはドクターだったり、いろんな職業はあるんですけど、実はその職業で稼げる稼げないとかですね、時間に余裕がある余裕がないとか決まるんじゃないと。何かっていうと、もう究極に突き詰めた場合にはもう4つの働き方っていう属性があって、その働き方を選択した時点でもうおおよそ決まってるというふうに言われてます。で、これがロバティオさんに言わせると、キャッシュフロークワドラントっていうふうになってます。で、一般的にはね、キャッシュフローっていうのがお金の流れで、クワドラントっていうのがこの4分割した、マス目のことを言います。で、キャッシュフロークワドラントなんで、お金の流れの4分割というような、まあ、和訳、強引な和訳になると思います。で、実際ね、この表を出すんですけど、実は僕創業してから比較的ね、順調に来れてるんで、会計士さん、税理士さんに、同業なんですけど、めちゃめちゃコンサルだったりセミナーするんですね。の時に、常々この表を僕は常々伝えてきたんですよ。そもそも職業を取った時点で、まあある程度ゴールが決まるわけじゃなくて、自分がどういう働き方だったり、どういう組織、もしくはコテとか戦うのかもそうですね。によって、自分の成果っていうのは実は変わってくるっていうのは、実はめちゃめちゃずっと話してたんですよ。もう4年、5年話し続けてて、やっとね、今回その動画を撮れるってことで、今日はちょっとワクワクしてるんですけど、で、この表ですね。はい。一般的に、はい、エンプロイー。これ労働者ですね。で、労働者、個人事業主、ビジネスオーナー、投資家と、このようになってます。で、もう結論言っちゃうと、もう大きく2分割です。2つに分割してしまって、左側と右側という言い方をします。で、さらに、左側っていうのが、一般的にもう、ワードで言っちゃうと、労働収入です。何かっていうと、自分の時間だったり、体を差し出してお金を得ると。もっとひどい言い方をすると、お金のために働く属性っていうのが、この左側と言われてます。はい。で、一方、右側に行くとですね、もうガラッと変わってですね、はい。これは、権利収入だったり、ビジネス収入って言い方をします。何かっていうと、お金にお金を稼いでもらうと。まあ、つまり、人に稼いでもらったり、お金だったり、ビジネスだったり、不動産にお金を稼いでもらうと。まあ、かたやね、お金のために働く人生なのか、お金にお金を稼いでもらって、まあ、要は他力の人生ですよね。他人の時間を使ってお金を稼げる人生なのかっていうふうに、こういうふうに、二分されてしまいます。はい。
で、自力労働収入なのか他力権利収入なのかっていうのが実は、もう答えと言っちゃう答えです。なので、まあ、僕もね当初大学生の時に起業家になりたいなとかで公認会計士になりたいなとか討伐に入りたいなとかといろいろあったんですけど、実はもうそんなのはどうでもよくてですね、たとえ美容師だろうが歯科医だろうがドクターだろうが例えば建築業だろうが、とにかく労働者のうちはもうそういう属性なんですよね。一般的には例えば時給で働いたり月給ですよねっていう固定給で働く。でじゃあ独立しようとなった場合にも、例えば公認会計士として独立した場合、一人でやった場合っていうのは一般的には自営業者になりますね。専門家でセルフエンプロイーになるので、自分が事務所にいて働いてお客様対応すればお金が入ると。で当然欠席、まあ、休んでしまったりですね、海外旅行に行けばお金は入ってこないっていうふうになります。はい、で同じ会計士だっても、例えばビジネスオーナーになればですね、まあ、自分の組織を作って組織として仕事をすると、で教育をしてる採用する、で組織としてお金も入る。なので自分が海外に研修に出ようがですね、自分が、まあ、変な話遊びに行こうがですね、事務所としては仕事ができてる。で最後投資家ですね。投資家っていうと金とか不動産とか株券とか債券とか証券ですねに働いてもらって、同じですね、自分がその場にいなくても、まあ、収入が入ってくるという形になります。まあ、なのでもう職業じゃないんですよ。パン屋さんをやろうがお金持ちになる方法はあるし、会計士になろうがお金持ちになる方法はあると。で一方で同じですね、貧乏にもなる可能性があるので、この4つを明確に意識して自分がリアルにですね逆算してその人生を歩まないと、まあ、その延長線上には言った通り、一般的には労働者の行き着く先っていうのは言った通りですね、お金と時間のバランスがねなかなか取りづらいと。で一方ビジネスオーナー、当然失敗もありますけど、まあ、うまくやった場合にはそれでね時間とお金のレバレッジが効くというような人生が待っていると。でとにかくこの本もそうですし、まあね、一般的には皆さんお金持てるか持てないかというと持った方がいいと思いますので、持つならば右側に行かなければいけないよっていうのがこの本のもう究極の答えになります。まあ、この本というかロバキオさんですね、この次の本でキャッシュフロークアドラントっていう本があるんですけども、はい、そちらでそのように言われていますと。はい、じゃあ3つ目ですね。実際本当に僕にとってありがたくて、本当に僕会計士取った時ぼんやりとは知ってて、で実際トーマツね世界ビッグオンに働いた時に、まあ、これでね確かにある程度レールというか上がりだなとは思った時もあったと思うんですよ。ただこの原点、もう原理原則ですよね、もう職業でもない資格でもないと会社の看板でもないと、自分がどういった働き方をするかによって自分へのねリターンが変わってくるってことに、まあ、常々気づくようにはしてたんで、でトーマツ入った時に気づいたわけですよね。ここには俺の未来がないと、僕の未来がないと。じゃあ本当に多くの人ですよ、僕の先輩もそうなんですけど、多くの人は小山会計事務所を作るんですよね。で僕もその選択肢あったはずなんだけど、僕はですねその選択肢は1ミリも考えなかったんですよね。なんでかっていうと、この逆算思考があったからです。その先に言った通り僕の未来はないと、労働者から個人事業主になったところで毛が生えただけだと、一気に右側に行かなきゃってことで、僕は実は逆算してこの5年間6年間やってきたっていう実績があります。でよくね僕のセミナーを受けてくれた方、まあ、会計士でAさん多いと思うんですけどに常々言ってるんですけど、うちは3年で1億円の事務所に行ったんですよね。まあ1億円というと個人事務所じゃまあなかなか行かないと思うんですよね。っていうのも実は逆算してこういうふうに組織立てて逆算思考でやってきたから、そういった実績を出したっていうのがあります。なので実際ね僕今回せっかくいい機会なんで、実際このロバート清崎さんが言うキャッシュフロークアドラントを公認会計士だったり税理士だったり、いわゆるまあハイスペックのインテリ系ですよね。でも彼から言わせるとそれってうまくいかない人生、どっちかというとお金と時間に不自由な人生を送りがちなんで、じゃあそういった場合でもどういうふうな思考であれば、いわゆるビジネスオーナー、会計士でもビジネスオーナーになれるよ、会計士税理士でもですね、事業でも、でも会計士でも労働者、個人事業主っていうのもあるよっていう話をちょっと今回ケーススタディというか、僕が実際どのように考えて事務所運営しているのかっていうのを、まあ、実際ねセミナーでいっぱい喋ってますんで、その表を用いながら、はい、お話したいと思います。で実際出すんですよ、これもう今言った通りキャッシュフローカードなんかですね、もうこの僕がいつもセミナーしている表にはもう入ってるんですよね、パワポにっていうくらい本当にね僕はこれを腹落ちさせて実際行動させるところまでやってますんで、ぜひ本当にやっとこれが証明できるっていうか話せる機会が来てよかったです。中田さんには本当に感謝です。で一般的にはね ESBI があって、もう何でも一緒です、働き方全部ケーススタディしますね。会計士として E をやった場合っていうのは、いわゆるトーマツとかビッグ4ですよね。で、働いて月30万。まあ、昇格して月50万、60万、70万っていうのを月々もらうっていうのが E ですね。エンプロイーですね。で、このメリット、デメリットっていうのは、メリットはまあ安定するかもしれないですね。まあ、辞めさせられなければ。で、デメリットはレバレッジが効かないんですね。まあ、自分が休んでしまったり、休暇を取ったり、働かなければお金をもらえませんので、本当に自力なんですよね。自分に対してお金を得ると。自分のお金を差し出してお金をもらえるから働くっていうようなスタンスが、スタンスというか働き方がこのエンプロイになります。
で、次、セルフエンプロイーですね。で、そこでよくね、独立だってなりがちなんですけど、セルフエンプロイーも同じで、例えば会計士で言うとタイムチャージですね。1時間2万円で相談に乗りますよと。で、2万円を得るためには1時間差し出さなきゃいけないですよね。で、まあ、顧問月5万円で受けますよって言っても、基本的にはお客さんと面談したりですね、処理をしたりして、お金をもらえると。じゃ自分が処理をしなくなったりですね、例えば両手を骨折してしまった、処理ができないとなるとですね、これは収入が途絶える。一般的にはなりますよね。これが E と E、会計士としての E と S の場合ですね。まあ、会計士、税理士も一緒です。ドクターも一緒です。じゃあ一方、同じ会計士でも B と I になった場合っていうのはどうなるかというと、ビジネスオーナー、会計士になった場合っていうと、監査法人でいうパートナーですよね。で、さらに上に行く、まあ、創業とか、そっちの経営部、経営陣のことを言いますね。なので、そういう方はどうなるかというと、さっき言った E とか S の会計士を束ねてるんですよね。なので、例えば一人頭会計士が1000万ずつ稼いでくれる会計士がいたと。はい。じゃあさっきの E、エンプロイで年収1000万の会計士がいた。個人開業して1000万の年商の個人事業主がいた。それをビジネスオーナーは10人束ねてるとしましょう。1000万円の個人事業主だったりエンプロイを10人束ねてると。じゃあ、組織としての売り上げは1000万 ×10 人の1億か、これが法人売り上げです。で、法人のパートナーはどうしてるかっていうと、うち8掛け、20% は、じゃあ自分の報酬として抜いて、800万ずつを振り分けてると。じゃあその200万何かっていうと、その組織の看板料ですよね。トーマツで働いてもら、参加してもらってるとか、その完成された、まあ、監査のスキームとか、要は業務フローがあるわけですよね。そこを使わしてるっていう、まあ、要は、権利収入ですよね。に対して200万を1人ずつからもらえると。ってことは、パートナーの年収はどうなるかっていうと、200万かける10人分なので2000万ですよね。で、その組織の会計士が税理士っていうのは800万になる。これがビジネスオーナーの稼ぎ方です。じゃあ、E とか S ってさっき言った通り、両手骨折しちゃった、風邪ひいちゃった、長期休暇取っちゃった、お金入んないですよね。じゃあパートナーはどうなりますかっていうと、お客さんにやってるのは、はい、パートナーじゃないんですよね。組織の会計士なんですよね。勤務してる会計士だったり、個人事業主の会計士。なので、時間は彼らが使うんですよ。で、経営者っていうのは、そのパフォーマンスを、に対して収入を得てるだけなので、時間はフリーなんですよね。なんで極端な話、パートナー経営者はですね、海外に出張行こうがですね、研修行こうが、もっと新規の営業を取りに行こうが、そこに対してお金が発生してるわけではないので、はい、2000万ですよ。で、個人事業主だったり、サラリーマンだったら1000万ですよ。800万、1000万ですよ。サラリーがまず多い。給与がまず多いですね。お金です。給与というか、お金が多い。で、一方ですね、時間、少なくなってるのかと思いきや、はい、経営者は、そこに対して責任を負ってるわけじゃないので、時間はあります。はい。で、会計士だったり、会社員だったり、個人事業主は、時間を差し出しているので、一般的には時間がないと。はい、週5勤務ですよね。っていうように、もうガラッと変わるんですよね。お金があって時間がある人と、まあお金そこそこもしかなくて、時間もそこそこもしかないという、この右と左で大きく変わるっていうのはそういった意味です。で、投資家っていうのは、例えばですけど、じゃあその監査法人、まあ上場してないんで株式制度ではないんですけど、その監査法人に投資をしているような人たちだと思ってください。例えば1億あげますよね。で、1億あげたうちの 10% を配当金でもらったりですね。まあじゃあ例えばその組織がバリューついてくれば、1億で作った会社が10億になった場合っていうのは9億のキャピタルゲインを得られたり。でもその投資家ってじゃあ実際働きましたかって働いてないですね。お金を出しただけ。っていう意味で、まあ投資家に関してはそんな稼ぎ方をしてますと。まあ監査法人の場合ではね、ちょっとあんまり制度の問題でマッチはしないんですけど、一般的には投資家っていうのはそういうふうに働いてます。まあわかりやすく言うと、まあ例えばじゃあパートナーが投資家になった場合っていうと、じゃあその2000万とかの収入を得ますよね。まあそれを例えばエンジェル投資したり、不動産収入、不動産に投資したりして、まあ、それをね、インカムゲインからキャピタルゲインにチャレンジャーに稼ぐっていうのが、まあ、一つ投資家としても道はあるんじゃないかなと思います。まあ、こんな感じで会計士としても、だからすなわち分かってほしいのが、会計士が稼げるわけじゃないんですよ。税理士が稼げるわけじゃないんですよ。弁護士、ドクターが稼げるわけじゃないんですよ。経営者が稼げる。まあ、それはあるかもしれないですけど、そういった意味ではなくて、職業ではないってことはまず分かってください。皆さんよく比べるのが、エンプロイーとしての年収の比較なだけなんですよね。例えば、丸紅がいいとか、トヨタがいいとか、会計士がいいとか、税理士がいいとか、ドクターがいい。それはあくまで勤務ドクターだったり、勤務会計士だったり、勤務税理士だったり、勤務会社員ですよね、上場、東証一部の。っていう部分で比べてるだけなので、実はこれ人生においては誤差なんですよね。ロバキオさんから言わせると。じゃなくて、もうちょっとね、よりマクロな視点で、自分が働き方、時間とお金に対するパフォーマンス、効率っていうのを考えてくれっていうのが、実は、まあ、このロバキオさんの教えになります。で、実際ね、僕が一部、二部話してきましたけど、じゃあさっきね、話した通り、ね、年金問題だったり、自分のライフイベント、支出がありますよ。で、自分の会社員としての障害賃金っていうのは、ある程度アッパーが決まってるわけで、ってなった時に、圧倒的に遊びがないわけじゃないですか。余力がないわけで、じゃあ自分は何かを変えなきゃいけないっていうのは一つ僕はヒントになったんじゃないかなと思います。じゃあ実際ね、落とし込みます。じゃあ僕がなぜ今税理士法人をしてるのかとか、僕がなぜ個人で動いてないのかっていう部分と、なぜ僕が株式会社を経営してるのかっていう部分に迫っていきます。で、なんで僕がエンジェル投資したりしてるのかっていう部分も迫っていきます。で、これね、セミナーで使ってるんですけど、一般的にはです。はい。勤務会計士、もしくは、個人事務所と、法人化とグループ化っていうような、実は僕、創業するときにもこれが明確にイメージできてたんですよ。
自分がじゃあね2014年3月に辞表を出したんだけど、この先どういう道を歩みたいのか、言った通り自由を僕は取りたかったんですよ。じゃあ自由っていうとお金と時間ですね、と人間関係、地理的なもん、いろんな自由を取りたかったんで、じゃあそれって働き方で決まっちゃうっていうのを僕は知ってたんですよ。なので、まあ、僕はねサラリーマンを続けるわけでもなかったし、個人事業主小山会計事務所で自分がプレイングマネージャーですねなるつもりもなかったんで、実はマネジメント側に一気に振ったっていうのが実はあったんで、これ、ね、めちゃめちゃ面白いですよ。ぜひ聞いてください。じゃあ一般的にいいか悪いかじゃなくて、どれがいいかっていう目線でもぜひ聞いてみてください。でまずね、いろんなファクターあると思うんですけど、言った通り時間とかお金とか人間関係とか働き方ですよね。人生を考えてほしかったんで、まず勤務個人と ES ですね、あと B ですね、法人化、あとグループ化、投資家的な働き方ですね、ビジネスオーナーの拡大版だと思ってください。っていう意味で売上だったり、どういう思考でそういう風に運営してるのかとか、あと携帯ですね、あと時間的な拘束、人材どういうのを使うのか、業務とか集客とか知名度とか媒体とか、そういうのもいろいろ僕逆算したんですよ。で僕実際使ったんで、ぜひねこれちょっと見てほしいです。で、まあ、特に赤字の部分が重要ではあると思うんですけど、まあ、勤務とか個人事務所だと売上、皆さんと給与っていう捉え方するかもしれないですけど、売上で言うと一般的には0から5000万ぐらいだと思いますね。一人で1億2億稼ぐ会計士ってなかなか難しいと思いますん で特に勤務なんか無理ですよね。絶対無理ですね。パートナーでも1000、2000だと思うんで。でどういう思考でやってるかっていうと、作業者思考なんですよね。これはこれで怒るんじゃなくて、どうしてもしょうがないですよ。なんでかというと、自分の手足を、まあ、作業を売ってお金をもらってますんで、これがしょうがないです。これが自力思考と言われます。これ左側の思考の特徴ですね。はい。で携帯っていうと雇われ、もしくは一人所長、まあ、パートナーもそうですよね、所長みたいなもんなん で時間的拘束、当然不自由です。なぜならば時間に対してお金をもらってるから。で労働集約ですね、一般的な労働しがちで、赤字の部分だけでいいです今回は。で次、法人化した場合にはどういう思考だったり売上になるかっていうと、まあ、法人化するとですね、確かにゼロからはあるんですけど、ゼロから1億ぐらいのゾーンかなと思って僕は考えました。はい。で思考っていうと他力思考なんですね。要は経営者思考です。 B ですね。何かっていうと、携帯としては組織化です。何かっていうと、人を雇ったりして教育して、その人たちに働いてもらう、もしくは機械だったりシステムをに投資してそこに働いてもらう。で自分はレビューアーに回るとか、自分は営業に回るとか、そういった部分ですね、っていうので組織化していくと。で時間的拘束っていうのは、責任はあるんだけど自由だと、いつも言ってるけど責任と自由の話ですね。まあ、自分は経営に関する責任を負ってます。その代わり自由を取りに行くと。で、まあ、人材はですね、社員を雇ったり、業務だったり IT システムを使います。で集客だったらマーケティングって言って、人が来る仕組みを作ります。営業しに行くんじゃなくてね。で、まあ、知名度、このレベルだと例えば資金調達部門ではナンバーワンですとか、東京都港区ではナンバーワンですとか、相続ではナンバーワンですとか、そんな感じでとにかくナンバーワン戦略を取っていく。あの要は大手商には勝てません。さっき言ったグループ化はトーマスとかの大手監査法人ですよっていうところには勝てませんので、小資本を大量投下、一点集中で投下していくっていう意味でナンバーワン戦略で、媒体っていうと、まあ、LP を作ったりですね、ホームページは当たり前です。で、自社メディア、まあ、YouTube だったり、そういった部分を作っていく。で、ちょっとごめんなさい。戻ると、勤務とか個人事務所の人材とか媒体を見ていくと、個人事務所っていうのは、やっぱりバイトとかですね、バイトを雇ったり、まあ、ほとんどは自分になっちゃうと思います。結局自分ですよ。自分をやると。で、まあ、スポットで、ね、パートタイマーの人を雇うとか、外注さん雇うっていうのが、例えば個人事務所になるんじゃないかと。で業務というと一般的にアナログになりがちですね。 IT システムに投下する、まあ、軍資金がないので、一般的にはネットリテラシーはあるんだけど、なかなかアナログになりがち。まあ未だに低入力っていうところもあると思うん で集客もやっぱ手売りですね。やっぱこういった規模感だと、やっぱりその投資資金もないですし、やっぱ自分が動かなきゃいけないんで、さっき言ったマーケティングって時間がかかるんですよ。資産を作るようなイメージなんで、例えばブログ記事をアップし続けたり、 YouTube アップし続けたり、編集しなきゃいけないとか、あとは広告運用しなきゃいけないとか、やっぱなかなかそこに避けないから、まあ、ジレマですね。避けないから稼げないし、稼げないから投下できない、そこに予算を投下できないっていうのは、自分でさっき言ったとおり作業者思考なんで、自分の時間を他に触れないと、オプションがないとっていう感じで八方塞がり、まあロワ協さんでいうラットレースですね。はい。で知名度はもう当然ないです。ナンバーワン戦略にする商品を選択と集中で投下するようなお金もないし、まあノウハウもないので、なかなか厳しい。で媒体もホームページぐらいですかね。やっと最近でこそホームページ持ってる資料の人多いんですけど、まあ、昔はホームページさえなかった、もうそれいつの時代のホームページみたいなのも未だに散見されますんで、まあそんなレベルっていうのが、まあ、個人と法人の違い、 ES と B の違いで、最後グループ化、これがまあ B の発展系だったり投資家目線だったりになると思うんですけど、まあ、うち今これを目指してるんですけど、グループ化っていうと、もう1億円超の税収法人だったり、税収法人、社労士、行政書士、弁護士、あと会計士、監査法人っていうような総合デパート、総合商社みたいなイメージですね、っていうのをやっていこうとしてます。これどういう思考かっていうと、もう他力思考で、さらに投資家思考ですね。もうどんどん投資していくと、まあグループ子会社作っていくようなイメージですね。で携帯としてはグループ化で、同じくですね、時間的拘束っていうのは自由と責任、まあ当然もう高度な責任を問いますよ。もう経営責任です。損害賠償も含めてあるかもしれない。っていうんだけど、まあ、自由を取りに行く、まあ、そういった自由を謳歌しに行くっていうような時間的拘束価値観になるんじゃないかなと思います。はい。で人材っていうと、やっぱりね、各子会社だったり、やっぱナンバー2、まあ、トップを引っ張ってこなきゃいけないんで、そうなるとですね、まあ、新卒採用で育て上げるっていうのもありなんですけど、まあ、一般的にこのゾーンに入ってくるとヘッドハンティングですね。もうしかも高キャリアの高人材というかですね、っていうのをヘッドハンティングで取ってくると。
はい、年収1000万超えの人材ですね。で、業務っていうと、いわゆるロボティクスだったり、AI ですね、RPA をどんどん投資していく。当然、アナログだったり、IT システムをやった上で、AI、RPA にも投資していくと。で、集客に関しては、マーケティングって言って、広告をかければ人が来るっていう、もう次元ではなくてですね、まあ、いつも僕が言ってメディア戦略になります。もうお金を払わずとも、皆さんが来てくれる。例えばもう、認知度ですね、ブランド価値。例えば、まあ、整形で言うと、高須クリニックっていうと、もう、イメージ湧きますよね。あと、湘南美容外科、イメージ湧きますよね。そんな感じです。もう、税理士会計士といえば、あ、小山美香だ、小山さん、みたいな、まあ、こんな感じでメディア戦略をどんどんやっていくと。テレビもお金をもらって出るようなイメージですね。今までだったら YouTube に広告かけてお金払うんじゃなくて、テレビ出演料払うんで来てくださいとか、と講演お金払うんで来てくださいとか、これをメディア戦略って僕呼んでるんですけど、まあ、メディア戦略で集客は伸ばしていくと。で、知名度、さっき言った通り、個人事業主とかはないですよ。もう会社の看板で働かせてもらってるだけで、法人化すると要はナンバーワン戦略、自分のコミットした領域でナンバーワン取ると。で、グループ化ぐらいの規模感になってくると、もうマスですね、マスへの認知名度、まあ、さっき言った高須クリニックとか湘南美容外科とか東進ハイスクールとか、そんな感じ、領域ゼミナールとか、そんな感じですね。はい、もう組織として知名度があると。で、そのうちのトップって誰だよねとか、こういった人がいるよねとか、そんなイメージですね。でもここまで来ると媒体はもう書籍だったり、もう地上波テレビだったり、あと新聞雑誌、まあ、そういった部分での露出が増えてくる。だから増やさないとそういったところにはいけないんじゃないかなっていうことで、まあ、僕は創業の時に自分がじゃあどのような人生を取りたいかって言ったとおり、さっき言った通り自由ですよね。っていう時にもう勤務っていうのはまずもうダメだと思ったんですよ。僕には向いてないとかできないと。で、じゃあ個人事業主、これも一緒だと、実は毛が生えただけだと、パイを奪い合ってるだけなんですよね。税理士法人からお客さんを引っ張ってきて自分が食べる分だけを持ってきてるだけなんで、結局変わってないんですよね。じゃあ法人化するっていう風に僕は今やってきましたし、で、今はそれ以降もっと右側に行こうってことでグループ化っていうのを、まあ、粛々と今やっていってる。で、その一環として、まあ、メディアって言いましたね。メディア戦略っていうのは実は頑張ってるっていう裏話があるんですよね。まあ、これがどこまで響くかっていうのは分かんないですけど、まあ、僕はね、実は本当にこういう風にマジで逆算して頑張ってはいるっていうのが実は本当の本音です。で、まあ、僕のね、話で言うと、まず独立するときに自力を使うんじゃなくて、もうポイントは、他力思考でまず独立しました。で、次にですね、正反を分離っていうのを考えたんですね。さっき言った通り、普通の会計人とか専門家っていうのは、自分で営業し、自分で取って、自分でさばいて、っていうので、次のステージに行きづらいんですよ。で、僕がやったのは、自分が営業して、で、社内では製造してもらうんですよね。もう要は、お客様対応だったり、クライアントサービス、CS ですね、カスタマーサポートだったり、はい、っていうのをやってもらって、正反分離したんですよ。そのためには、じゃあ僕は株式会社、税理士法人というと合同会社方式なんで、税理士法人という形になるんですけど、もうこれは会社化しようということで、僕は初っ端から会社作ったんですね。で、その時に税理士法人小山味方パートナーズの味方会計事務所を運営してた岡本さんね、いつも出てくる岡本さんと実は一緒にやろうぜって言って、共同代表制なんで、で、一緒にスタートを切ったっていうのが、実は僕の本当に逆算的思考からなる税理士法人化なんですよね。なんで税理士法人なんだと、実は、僕はそういった緻密な計算が実はありました。将来お店と先に個人事務所で開業するんじゃなくて、税理士法人化して、でしかも正反分離って言って、まあ、岡本さんどっちかというと業務が得意だったの、業務で、僕が、社外マネジメントが得意だったんで、マネジメントで CEO と CEO っていう形で、本当に利害関係が一致して今ね、組織でやってますんで、まあ、実はね、そういう風にちゃんと考えてやってるんで、僕本当に何が伝えたいかって、本当に勤務でも個人事業主でも投資家でもオーナーでも何でもいいんですけど、分かってやってると、その自分で生きてる感じがあるんですよね。なんか、あ、こんなことが起きちゃったとか、あ、倒産しちゃったとか、あ、売上が減っちゃった、あ、人が辞めちゃったとかじゃなくてですね、あ、クビになっちゃったとかじゃなくて、自分で分かってできてるんで、その見てる先で何か不可抗力だったり、マイナスポイントが起こったとしても対処がしやすいんですよね。なので、ぜひぜひ参考にしてもらえたらなと思います。で、せっかくなんで、僕がですね、どのように、じゃあそれね、セットアップの段階じゃないですか、マインドセットの部分なんで、じゃあ実際行動したのかと、小山と、じゃあそれを逆算思考って言うけど、じゃあどうやったのかっていうのを実際にお見せします。で、僕の場合はですね、実は3年目までで勝機があった、もう勝負ありだったんですね。だけど独立する段階で今の構想を思い描いて、もうその独立した1月1日というか、もうスタート時点からそういった組織形態をやってましたんで、まあ、ゴールはもう分かってたんですね。最初冒頭の話で言った通り、3年で1億円いったんですよ。で、その時点で結構業界的には異例のスピードだし、なんていうか、まあ、成功例っちゃ成功例なんですけど、僕からしたら逆算してやったんで、ぜひ今日はその、まあ、6年目なんですけど、3年目までの話をします。で、僕がやったっていうのが3ステップで、もう1年目でさっき言ったナンバーワン戦略です。もうとことんやりきってやろうと。で、2年目からですね、まあ、将来の投資ですね。例えば知名度を上げていったりですね、ビジネスパートナーを増やしていったり、あとは組織の構築ですね。っていうのをやっていった。で、3年目以降で、付加価値事業だったり、もっとね、そういった部分を拡大させていったっていうふうに、で、年商1億突破してますんで、もうそこら辺でちょっと話していきたいなと思います。で、僕が1年目やったっていうのが何かっていうと、
公認会計士上がりで税理商人を作ってるんですけども、1年目でなんとですね、顧問先100社作ったんですよ。で、なんとって言ったんですけど、これね、一般的に先ほど言った通り E から S にですね、個人事業者として個人で開業した時の大体の平均が0から10社ぐらいって言われてるんですよ。当然取れない人多いですよ。だって今まで監査法人とか税理事務所で勤務しかしてなかったんで、労働者ですよね。営業もしたことない、ブランディングもしたことない、セールスもしたことない、セミナーもしたことないっていう人が、確かに開業1年目でお客さん取れるかっていうと、取れないんですよね。で、まあ、うちは100社取ったんですよね。しかも、まあ、一般的に0から10とか、取ろうと思ったら取れるんですよ。なんでかというと、格安で取ればいいですよね。5万のところ1万で取ればいいと。で、うちはそういうことはせずに、ちゃんと正規の単価で取ってきてるんで、まあ、そこら辺もね、実は考えてありました。で、1年目、100社取りました。で、何やったかというと、もうセールス、セミナーとマーケティングですね。まあ、LP 作って広告費かけたりしたんですけど、とにかくそれで100社取ったと。で、1年目は良かったですよ。ナンバーワン戦略です。もうこれで僕はこの業界で一旗あげると。東京でね。で、実際ね、これが実績となって、実はね、公認会計士の税理士とかの開業セミナーとかに呼ばれるようになってるんで、実はもう大当たりなんですよね。で、1年目っていうのは労働集約で、チャリンチャリンビジネスをまず作りに行ったんですよ。まあ、なんでかっていうと、独立して、もうサラリーはないので、まあ、事務所を作ってるんで安定させなきゃいけないですね。家賃も払わなきゃいけない。従業員もお金払わなきゃいけない。ってことで、まず安定収入を取りました。まあ、顧問って言うと月3万5万なんで、まあ、5万かける100社分。で、決算料も別途ね、4ヶ月とか入りますんで、だいたい1人、1社あたり7、80万入るんですよね、年間で。で、100社取ってますんで、まあ、それがね、ベースとしてあると。で、何やったかっていうと、集客と営業は基本的にはオフライン。まあ、足を使って営業した、セミナーをした、あと紹介営業してもらったっていう部分はあります。で、ここで認知度が上がりました。で、何回も言うんですけど、普通の、例えば、まあ、個人事業主かなと、それをやり続けるんですよね。なんでかっていうと、作業者だから。ずっとその100社のクライアントを対応する。もしくは100社が110社になった、120社になった。もうその積み上げしかやらないんですけど、まあ、例えば僕は法人化して、自分の時間と、まあ、責任も負ってますんで、次のチャレンジをどんどんしていったんですね。で、何したかっていうと、2年目はですね、いわゆる付加価値事業に乗り出しました。まあ、何かっていうと、安定収入は入ったんですけど、何かっていうと、もうチャリンチャリンで薄くしか入ってこないですね。じゃあ、次、例えば言った通り、拠点を出したかったり、人を採用したかったり広告を出したかったりメディアのお金払いたかったりするときに投資金、軍資金っているんですよ。っていうときに僕何したかっていうと、いわゆるドカンとした収入ですね。まあサラリーマンで言うとボーナスです。まあこれをキャピタルゲインって簡便的に言ってますけど、ドカンと収入が欲しいなってことで、僕はですね、いわゆる資金調達っていうのを始めたんですよ。まあ何かというと、デッドとエクイティって言って銀行からお金を引っ張ってきたりですね、あとは投資家からお金を調達すると。っていうときに、お客様の事業計画だったり、そういったサポートをしていくと、資本政策だったりね、それに対して報酬を得ると。まあこれは一般的には成功報酬型って言われてますんで、ビジネスモデルがね、例えば1000万調達したら 5% 頂戴するとか、1億円調達したら 1% 頂戴するとか、まあ、それはそんな感じで、一発ですよ。1ヶ月とか、まあ、数週間の関与で、まあ、そういったショットで入ってきますんで、顧問って言うと年間契約で80万とか70万なので、それはね、1ヶ月とかで70万、80万入ってくるっていうのが、これキャピタルの意味ですね。っていう意味で、付加価値事業に転換、どんどん付加価値でやっていって、マーケティングもオンラインでどんどんやっていったんですよね。SNS 始めるのもそうですし、こうやって YouTube も始めるのもそうですし、まあ、そういう感じでやってきたと。で、ここでインカムゲイン、まあ、安定収入と、軍資金ですね、ボーナス収入っていうのがどんどん取れてきたんで、どんどん僕はそれで、また2年目にやって、後半でやったっていうのが多角化ですね。コングロマリット化。何かっていうと、まあ、例えば公認会計士なら内部統制の監査をもとに内部統制の構築ができますよね。あとは株価の算定、M&A、あとはビジネスコンサルティングですね。今言った通り、もう1年目と2年目で、まあ、ここまでうまく、まあ、赤字っていうか、もう倒産一回もしてないんで、うまくやってこれてる時点で、経営コンサルできるんですよね、本当は。で、僕はいつも言ってるんですけど、CFO とか CSO だったり、CMO だったり、会計士とか税理士って、こういうことは本当にできると思ってるんですよ。単なる作業屋さん、数字屋さんじゃなくて。ということで、まあ、僕はね、その背中に示したい、で、こういうふうに教えたいんですけど、実は僕2年目でこれやってるんですよね。さっき言った通り、税務顧問の先にさらに、ビジネスコンサルティングを入れたりですね。まあ、それが例えば単価5万だったら10万になったりしますよね。20万になったりしますよね。で、株価算定だったらショットで50万、100万入ったりですね。M&A も仲介料が 3% とか入ってきますんで、7000万決めたら、200万とか、1億円決めたら、500万とか、そういう感じで、どんどん、本当に常々進化していってるっていうのが2年目。で、2年目の後半でやったのがパートナーシップですね。そういって、まあ、他業種の商品も売るようになり、節税商品だったり、コスト削減の商品だったり、そういった感じでどんどんアライアンスを組んでいったのと、で、いよいよブランディングを事務所としてやり出したって感じですね。1年目は、セミナーだったり、子としてブランディングしていったんですよね。小山っていう公認会計士、面白い人がいますって感じでセミナーしまくったんですけど、もう2年目からは、もう小山味方っていう事務所として仕事をしてますと。っていう感じで、どんどん事務所の看板磨きに実は力を入れました。こういう感じで、地上波、例えば千葉テレビに出たりですね、あとは勝俣邦和さんのネット番組に出たり、あとホリエモンチャンネルですね、ホリエさんと対談させてもらったり、そんな感じで、このブランディングもやるんですけど、事務所としてのブランディングにもなるようなことをどんどんやっていきました。で、3年目以降っていうのは、例えば CFO として他社の役に入ったり、当然 MA もやったりですね、あとやっぱりやりだしたのが国際税務ですね。まあ、今後は間違いなく、まあ、グローバル化は避けられないっていうのと、もう一個特徴的なのが個人の時代ですね。もう個人レベルで海外に行くっていう人がめちゃめちゃ増えるってことをもう僕は読んでるんですね。まあ、この YouTuber もそうじゃないですか、FX のトレーダーもそうですけど、
別に日本で働く必要ないんですよね。それいい意味でも悪い意味でもなんですけど、って意味で、まあ、国際税務っていうのをやり出して、あとはね、その移住の支援だったりビザとかね、そういった部分の支援、はい、あとは節税ですね、まあ、節税もいい節税と悪い節税があるんですけど、そういった意味で、まあ、ちゃんとね、将来の国の目、単に国の目なだけじゃなくて、まあ、将来の投資になったり保険になったり貯蓄になったりするような、まあ、意味の節税ですね。脱税はダメですけど、節税っていうコンサルティングをしたりですね、とにかく新しい分野に重きを置いてどんどん3年目フォーカスしてきました。とにかく高付加価値ですね、さっきの付加価値じゃなくてさらに付加価値、専門性を持ったプロフェッショナルの仕事を事務所として何回もですけどやってるんですよね。でポイントが、じゃあ次ね、1年目取って100社200社どうするんだっていうのは、もうこれは労働集約型のビジネスは、さっき言った通りですね、組織としてやってますんで、マネージャー以下ですね、担当税理士と担当スタッフとバイトの方にやってもらえるように、自走化するように組織を整えてきました。特にここをやってくれたのが共同代表の岡本さんです。もう僕はね、もう全然超低スペックで、もう多分ね、人を育てる力ゼロなんですよね。なんで岡本さんがもうここはね、めちゃめちゃやってくれて、もう感謝です。はい、感謝。これは言った通り共同代表で税精神化した味噌でもあります。正反分離ですよね。製造と販売、まあ、マネジメントと運営ですよね。っていうのを分けた理由にもなります。で、メディア戦略っていうのをやっていった。で、まとめると、1年目で創業支援ですね。税務顧問だったり、そういった部分、会社設立っていうのを支援を軸にですね、最短最速でチャリチャリ収入を作って安定させました。で、2年目で土管収入ですね、ボーナスを作って軍資金を確保して、3年目以降では人、物、情報ですね、っていうのをどん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 投資していって、まあ、でかくなってきたと。で、3年で、はい、年収1億円突破したという感じなんで、まあ、自分でももう臭いんですけど、業界的には結構ね、成功パターンだと思うんですよね。まあ、しかも東京っていうね、まあ、激戦区でやってきたんで、で、しかも20歳ですと27歳で起業してますんで、っていう感じでは結構ね、王道スタイルというか、金持ち父さん的に言う王道スタイルでうまくいってるんですよ。多分普通の感覚で3年間やっちゃうと、例えば東松で独立しました1年目、多分個人事務所、小山会計事務所って作って、多分10社ぐらい取れるんですかね。で、2年目20社になりました。3年目30社になりました。で、パートアルバイト2人います。で、合計3人です。終わり。これ本当に多いと思うんですよ。で、しかも今の取れたケース言いましたけど、普通は取れなかったり、もっと言うと30社って言いましたけど、平均単価月3万とか1万とか。で、しかも、基調代行を丸受けしてるんで、全部手入力とか、さっき言った通りですね。っていうのが、まあ、この業界。でも、良くも悪くもですけど、それで食べれちゃうんですよね。年収300万、400万、500万取れちゃうんで、気づかないんですよね。それを、言った通り、30年やり続けなきゃいけないんですよ。だって、貯蓄ないから、ラットレースですよ。ずっとやんなきゃいけないんで。じゃなくて、まあ、どんどんね、資産、人だったり、お金だったり、ブランド価値だったり、看板だったり、不動産だったり、そういうとこに、どん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 、その、稼いだお金を回していかないとですね、ESB、I に回していかないとですね、実は、本当の意味での僕はリタイア、自由ですね、っていうのはないと思ってましたんで、まあ、実は今6年目で、これよりはさらに進化はしてるんですけど、実はこんな感じでやってきてます。まあ、YouTube もね、その一環でぜひ、実はやってます。まあ、そんな感じで。ちょっとね、これは別に鼻に触る話とかじゃなくて、僕は僕のそういった責任を取ってやってますし、僕もリスクあってやってますし、自由を取りに行ってます。僕はこういう価値観でやってるんですよね。なんで、いや、全然小山さんの言うこと響かないと。僕は会社員、トーマスで成り上がって、全然 OK ですよ。僕は個人事業主やる、全然 OK ですよ。僕は小山さんと同じようにやりたい、全然 OK ですよ。ただ、めちゃめちゃね、失敗もしますよ。っていう感じで、本当にね、僕はいいことばっかり言うつもりないですし、もう起業家は起業家だって、めちゃめちゃ目に見えない進路、負担だってリスクって全然あるんで、そこは否定しないです。ただ、自分の人生を生きてるっていうのは間違いなく言えますね。っていう感じで、まあ、僕はね、どうしてもこっちのポジショントークになりがちではあるんですけど、僕は本当にこういうふうにめっちゃ考えて、実はね、今回金持ち父さんっていうテーマで取り上げたんですけど、やっと来た中田さんありがとうと。僕は実はね、それを生ける金持ち父さん、貧乏父さんの本当の行動者として、まあちょっと実はやってきてる部分もあったので、まあ、いろんな人だったり本とか、影響を受けてるんでしょうけど、一つね、これ原理原則を学ぶってみたらすごく勉強になった感じになります。今日はね、ちょっと2スライドしか使ってないですけど、本当はね、僕のセミナーではこんな感じのことをね、そもそも税理士さん会計士さんセミナーしてるセミナーしてるっていつも言ってましたけど、何をしてるかっていうと、別に税法とか会計士の監査を教えてるんじゃないんですよ。その経営者だったり一人のビジネスマンとしてどうやって行きたいですかとか、そのためにどうしたらいいですかっていうのを実はずっと教えてきてたんで、僕はね、もう今回 YouTube でこれを話して、もしね、興味がある方がいたらぜひ勉強してみることをお勧めします。自分の人生を自分で決める、そのために今の自分に何が足りないのか、いつも言ってる現状ですよね。で、目指したい自分とのギャップを見つけて、何をしなきゃいけないのかっていうのをひたすら学びと、まあ、勉強と行動ですよね、っていうのをして、改善していくっていうのをやればですね、まあ、僕もそうですけど、まあ、必ず到達できると思ってますんで、まあ、少なくともね、何も考えずに前倒しというか、その時間軸に沿ってやる人よりかは、確実に今言った通りね、目指したい未来と今とのギャップを埋めてって、逆算思考でやっていった方が絶対ね、到達スピードと到達の角度っていうのは上がると思いますんで、ぜひこれでね、何が
気づけるかっていうと、僕はそういった部分を気づいてもらえたらめちゃめちゃいい動画になったかなと思います。はい、まあ、ちょっと長くなっちゃったんですけど、まあね、第1部では金持ち父さん貧乏さんの概要で、第2部では実際ね現状しようと、このまま行ったらどんな未来が待ってるのかっていう話をしました。で3部目、じゃあその待ってる未来に対して抗いたいのであれば、そもそもどういう働き方、どういう人生を選択する可能性があるのかっていうのを示した上で、僕は実際どういう風に歩んでるのっていうのを今回の動画で話してみました。まあ、これでねぜひヒントを得てですね、人の批判だったり揚げ足を取ったり羨むのは簡単なんですけど、実際自分が主人公になってやるっていうのは本当に楽しい。で一方難しい部分もあるんですけど、いつも僕が言ってる自由と責任と覚悟の話ですよね。それを自分が自己責任でやれば、なんだ、まあ、辛くないというかですね、本当に楽しい人生が僕は待ってる。もうやってる最中が常に面白いと思うんで、ぜひ何か気づきを与えられたら僕は幸いです。はい、じゃ今日はね、金持ち父さん貧乏父さんから学ぶ、まあ、特にキャッシュフローから学ぶ公認会計士が解説してみたという話になります。ではね最後にお知らせを2点だけ。まあ、こういった感じで僕はですね、まあ、幼少期はねいわゆるこの金持ち父さん貧乏父さんでいう、いわゆるいい教育を受けていい会社に行けというふうに確かに僕も歩みました。同志社大学っていう、まあ、カンカン同立てっぺん取りました。で同志社大学の時に会計士の勉強を始めて公認会計士、日本の三大国家資格ですよ、受かりました。もうすごいと、これでも、トーマスっていう世界ビッグ王ですよ、ザ大企業、もう一般的にはもう超花形の、レールを歩いてきました。僕がその実例なんですよね。で僕はそういった生き方に疑問を感じて、まあ、自分でね、今会社をやって、実際ね全ての人生にだからおかげで感謝できるようになったんですよ。あの時があったから今の自分があると。でどれもね僕の人生の中ではもう大事な1ピースだと。はい、トーマツもめっちゃ感謝、同志大学最高でした、公認会計士っていう資格にも感謝して恩返ししてるという感じで、まあ、今こんな感じで情報発信だったりしてますんで、まあこんな感じで僕の動画では今のね僕の話、過去現在未来ですかねっていうのを話していくチャンネルにしようと思ってますんで、ぜひねチャンネル登録していただける方がいたらめちゃめちゃ嬉しいんで、チャンネル登録ボタン押してください。で Twitter とか SNS とかでもねシェアしてもらえると、まあたくさんの方にちょっと価値観というのが広がると思いますんで、まあ、今回ね中田敦彦さんというもうマンモス YouTube ですよね、ギガチャンネルに、まあ、今回金持ち父さん貧乏父さん取り上げていただいたので、今回ねちょっと補足というか僕なりに話せる、僕の視点で話せるで実例ベースで話すようにしたので、今後もね、まあ、応援してもらえるとめちゃめちゃ嬉しいです。まあ、ぜひシェアとか登録してくださいということで、本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。